簡単に折れるハロウィンのお化けです。15cm×15cm の折り紙です。では折っていきましょう。まずは三角形に折っていきます。開きます。真ん中に折った線に合わせてこのように中心を折り合わせていきます。ここまでできましたでしょうか。こんな感じで折っていきます。ここまでできましたでしょうか。四角の部分を三角形に折っていきます。ここまで皆さんできましたでしょうか。顔の部分、頭のところは丸い方が可愛いので、ここに丸みを持たせるために三角形に内側に折っていきます。ここまでできましたか。では表に向けます。お化けの体の形になっているんですけれども、ここのぐにゃぐにゃの部分を折っていきます。こんな感じでぐにゃぐにゃぐにゃと折っていきます。角度をつけて折るとそんな感じになりますよ。こんな感じでもう一度こんな感じでお化けの完成です。目を大きく描くと可愛いですよ。これでお化けの完成です。とっても可愛いですし簡単ですよね。3歳からでも折れる折り紙たくさん紹介してますので、てんてん耳でチャンネル登録をお待ちしてます。まったねー。